振り袖がすごくお似合いですね。ありがとうございます。かねちゃんどんな感じですか、振り袖は。はい、そうですね、私たち今日6人全員で白の振り袖で合わせてきたんですけど、はい、この白の振り袖めちゃめちゃ可愛くないですか。可愛 い、ね、もう全員全然デザインも違ったりとかしてて、で私の今日着ている振り袖が今年の新作のデザインとなってまして、板葉友禅だっけ、板葉友禅っていうあの振り袖を作る時の技法がありまして、その板葉友禅っていう技法を駆使して1枚ずつなんと手作業で仕上げているそうで、なんかいいですよね、20歳のそういうなんかお祝い事の時に手作業で作られた振り袖を着るって、なんかすごい温かみがあって素敵だなって思ったんですけど、あのカタログの表紙で土屋太鳳さんが着用されているのも同じこの板葉友禅の技法を使った振り袖なので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということで、まあ、やっぱりね雰囲気もすごくガラッと変わるんですけれども、そうですね、かねちゃん、はい、この柄もすごく素敵ですね。そうなんです、なんかゴールドで動くとすごくキラキラして見えて、なんかすごくゴージャスなんですけど、なんかね華やかで可愛い女性らしいデザインで、すごくお気に入りです。とてもお似合いです。ありがとうございます。振り袖ティーンズのメンバーにはですね、今年の目標というテーマで書き初めをしてもらったということで、はいはいはい、一生懸命書きました、はい、私はこちらです。じゃじゃん、タケノコ。タケノコのさ、絵がの皆さん知ってますか、タケノコの成長スピードってめちゃめちゃ速くて、知らない。なんか土から顔を出すときは約1日数センチで、土から顔を出して調子のいいときには1日1メートルも成長するっていう話がありまして、取り上げたらいいけど、私小学校のときに将来の夢がタケノコですって言ってる時期があったくらい、タケノコの成長スピードにすごく憧れを持ってて、で去年は本当にいろいろなお仕事をさせていただいたり、もう夢だとか目標だって言ってたことを少し叶えられたりとかしたんですけど、もうそれとは比にならないくらい今年はもっともっと大きく成長したいなって、20歳も迎えるし、あの第3期から引き続いて第4期も任せていただいたことで、なんかちょっとね一応1年先輩っていう分でもっと引っ張らなきゃいけないみたいなのもあるので、タケノコのようにすごく成長した1年にできればいいなっていう気持ちを込めました。はい、素晴らしい、素晴らしい、タケノコです。ちょっとこの後に発表するの嫌やね。タケノコは今後どこかで私も使用させていただきます。ぜひぜひ。すごくいい言葉だなと豆知識です。思いました。